山の不死鳥は蝶々だったし、三つ沼にいたのはろくでもないカエルのお化けだったし、一体どこにいるんだよ本物の不死鳥は。これはおー、見つけましたよ。不死鳥が見つかったんですか。うん、これで決まりですね。和牛しゃぶしゃぶ用もも肉3割引き。和牛3割引き。やっぱりスーパー魔法堂は安いですね。豚肉は5割引きですって。いいですね、今夜はお肉で決まりですね。僕たちが真剣に悩んでいるのにスーパーのチラシですか。あ、そうだぞセラビー、お前不真面目だぞ。己もだ。これは今度は何が安いんですか。不死鳥。ん？不死鳥の里へようこそ。不死鳥の里は風光明媚な伝説の里です。不死鳥の里、伝説だってよ。この通勤に便利な不死鳥の里にぜひどうぞ。モデルハウスもあります。別にチョチョたちの動きを察知してお前を出し抜こうとしてるわけではないでやんす。してるんですね。してないでやんす。ごまかしてる場合じゃないです。チャチャが不死鳥の剣を見つけてパワーアップしたらどうなると思うです。お大魔王様のお怒りがこっちに降りかかってくるですよ。確かにそうでやんす。ということで今こそ二人力を合わせてチャチャのやつをやっつけるでやんす。この松林を越えるといよいよ不死鳥の里ですよ。ねえ、風光明媚って何？こういう風景のことですね。つまり綺麗な景色ということです。へえ、俺も知ってるぞ。麻婆豆腐とか。あ、リーヤすごい。ん？ふえー。麻婆豆腐。しつこい。なんかイメージと違いますね。はっきり言って、コテコテベタベタの観光地ですね。ほんと。すいません。撮ってもらえます？はい。見つけたダス、見つけたダス。チャチャのやつ今は一般観光客チャンスダス。それじゃ早速ダーティースゴインハロー。はいはい、ツアーの皆さん、こっちこっちこっちだよ。くそ、もう少しだったのに。何なんだよ。はい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 、注目。不死鳥の里ナンバーワンショップ、不死の長太郎の店にようこそようこそ。不死の長太郎？偶然でしょうか。私不死鳥大好きなんです。私の店不死鳥グッズたくさんあるよ。不死鳥グッズ、まずは不死鳥まんじゅう、まんじゅう、そして不死鳥ペナント、不死鳥人形、鳥なのに人形とはこれいかに。かわいい。俺まんじゅうの方がいい。不死鳥サブレ、ほっぺたが落ちるよ。おお。極めつけは不死鳥キーホルダー、他では買えない超お買い得だ。かわいい。まんじゅうにサブレにおせんべい。二人ともそんなに買ってお小遣いは大丈夫なんですか。うん、お小遣い全部なくなっちゃった。もらったばっかだったのに。まったく。だってあのリズムが、いつの間にか財布に手が伸びて。泣くな。あらあら、いっぱい買ったわね。
長太郎さん悪い人じゃないんだけど売り方がちょっと強引だから。ああ気にしないでください、買わされたこっちが悪いんですから。あ、こんなことしてる場合じゃない、早く不死鳥を探さなくちゃ。はい。不死鳥？うん、私たち不死鳥を探しに来たの。不死鳥、懐かしいわね。懐かしい？ということはばあちゃん知り合いか？不死鳥見たことがあるんですか？ええ、もちろん。昔はよくこの町に飛んできたんだもの。見ておくれ、この海なんか汚いですね。ゴミだらけだぞ。嫌な匂い。昔はこんなんじゃなかったのよ。海は青く砂浜は白く輝いていて、不死鳥が遊びに来て悠々と空を舞っていたものだわ。不死鳥が？ええ、でも何もかも変わってしまった。今の大魔王様がこの国の王位に疲れてから、大魔王様の宮殿の方から流れてくる川が汚れた水をどんどん運んできたの。海はこんなになってしまって、不死鳥ももう来なくなってしまったの。おお、いたでやんす。今度こそダーティースゴインアロード餌食です。やんす。結局ここにも不死鳥はいないのね。仕方ありません、帰りましょう。うん。うん、いたいた、探したよ。また邪魔が入ったでやんす。はいでやんすが、ボタボタしてるからだす。やかましいでやんす。あなたたち不死鳥探してるんでしょう。さっき隣のおばあちゃんから聞いたよ。でも不死鳥どっかに行っちゃったって。大丈夫、探せるよ不死鳥。なんか調子良すぎですね。いや、ほんとほんと、不死鳥はあの松林の土の中だ。え？松林？土の中？土の中に鳥がいるなんてありか？セラビー先生はいつも常識は非常識とよく似てるって言うわ。いや、まあそうですけど、土の中に眠ってんのかも。うん、これがその場所の地図。今なら超お買い得の10万円だ。10万円。1人雨が10杯をくれる。いや、きっとハンバーグもついてきますよ。いや高すぎるか。あ、それならこっちはどうだ。これならたったの500円だ。500円。でも私お金ないの。俺も。わかりましたよ。あれ、そんなことは。どうしたの？落としちゃった。30円しか残ってまし。わかったわかった、しょうがないな。30円でいいよ、消費税込みで。やったよかったね。じゃあ、そういうことで。あ、すいません、上でいいですから領収書お願いします。てなわけで、念願の不死鳥の居場所を示した地図も手に入ったことですし、早速探すことにしましょう。ワクワク、不死鳥さんどこにいるのかしら。俺宝探し得意だぞ。何ですかこれは。どうしたのシーネちゃん、これを見てください。なっはは、すっげー下手くそ。でもわかりやすい。まったく、タチの悪い冗談です。探そう探そう。わーい、宝探し。え、こっちかな。あっちじゃないか。ったく、人を疑うことを知らないんですか。でもこっちが臭いわ。俺おならしてないぞ。でもそこがチャチャさんのいいところですよね。いや、競争よ。あ、負けねえぞ。よし、一番はシーネちゃんがいただきだ。シーネちゃん歩きってんな。負けないわよ。俺だってチャンスだす。今度は逃がさないでやんす。ほんと、ほんと、ほんと。チョコマカット、もらった。なんでやんす。痛いじゃねえか。
誰でやんすか。帰らすれども。お、お、ま、マッサン。マッサン、まったく無礼な奴らだ。傷つけおって、うん、俺様を魔界獣の中の魔界獣マッキー様としての無礼か。ま、魔界獣魔族ですか。ん、お前らもか。お、ん、これはこれは知らないこととは言いながら失礼をしただすね。いやー、すまないでやんす。お詫びと言っちゃなんなんでやんすが、大魔王様の幹部になりたくはないでやんすか。なに、大魔王様の。このうさんくさい地図によると、まずとんがり岩を探すんですね。とんがり岩、おいしそう。とんがり岩、こんな形の岩ですよ。おい、とんがり岩、また叫べばいいと思って。おー、二人とも何やってんですか。冗談だぞ。しんでちゃん面白い。まったく、いいやのやつ殴るぞ。タジャさんのお尻ペンペンかな。ちょっと、ロンド、シーネちゃん、やった。いや、別に、なんだ。いや、いや、別に、僕は何も、何も変な、変な、変なことなんだ。ごめんなさい、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 そんなにいいわ。だから、本当、出来心、え、トンガリーワから北へ22歩。そっか、北へ22歩か。シーネちゃん、北ってどっち。星が出てればわかるんですけど、今は昼なのでわかりません。どうすんだよ、夜までなんて待てねえぞ。磁石を持ってくればよかったな。磁石、鉄をくっつけるあの磁石。ええ、でも正確には理科で習ったように、僕たちの住んでるこの星には磁場というものがあって。磁場、地磁気っていうのは N 極と S 極が磁石になって。頭痛い。あー、いやいやいや、つまり方角を知るための磁石というのがあるのです。はっはっはっは、その通り、お利口さん。え、こんにちは。え、うん、私はただの通りすがりの磁石です。私は磁石のアシスタントよ。通りすがりの磁石さん。わーい、通りすがりの磁石さん、どっちが来たか教えて。任せなさい。トーン、行きます。ワクワク、ワクワク。おお、北はこっちです。その通りですわ。ありがとう、通りすがりの磁石さん。いやね、私もいますわ。アシスタントさんもありがとう。お安いご用ですよ。行くわよ。セラビー、もしかすると気に入ってない？わかります。20歩、21歩、22歩。ねえねえ、シーネちゃん、次はどうすんの？うん、これで終わりです。終わり？どういうこと？地図によると、ここを掘ればいいそうです。随分せこくないか？だから最初から僕は。いいから掘ろう。いでよ、トップ。耳かき。鼻が折れた頃、私はおばあさん。チャチャさん、僕に任せてください。やった、すごい、シーネちゃん。よし、ほれ。よし。あ、あれ、あれ、燃料がありません。よし、真打ち登場。これで決まりだ。バカ力を役立ててもらわないとね。すごい、すごい。うわ、いてぇ。いや、大丈夫？なんか硬いもんが。あ、箱があります。箱？本当だ。よいしょっと。この中に不死鳥がいるの？開けるわよ。そこまでだ、チャチャ。誰？チャチャ、命はもらった。うわ、
何言ってやがる、物じゃねえぞ。松ぼっくりボンボー。松葉ニードル。さてお次はいとこのスッキー特製スギ花粉ガース。シャミが目がかゆい。肌水がなんだか頭がクラクラする。水じゃきかい。おじい気をつけるよ。やっただぜ。いよいよとどめだ。いや、シーネちゃん。あ、はい。心配で来てみたんだ。あ、箱見つけたの。よかったね。うん、開けよう開けようっと。ああ羽。なんだよこれ、羽飾りなんか欲しくねえぞ。あ、違うよ、それ不死鳥の羽だよ。不死鳥の羽。その羽は本当に不死鳥に会いたい人が風に飛ばすと不死鳥のいる方に飛んでいくと言われてるんだよ。本当に会いたい人が飛ばすと？今までたくさんの人が飛ばそうとした。でも羽は飛ばなかった。みんな本当に会いたいんじゃなかったんだ。嘘じゃないでしょうね。あ、本当本当。どうもいまいち信用できないんですよね。チャチャさんたちに散々物を売りつけたし。うんうん。あ、悪かったよ。あれも不死鳥のためなんだ。え？私不死鳥大好き。ここに戻ってきてほしい。そのためには海をきれいにしないとダメだ。きれいにするにはお金がいる。とってもたくさんのお金がね。だから私は物をたくさん売ってる。不死鳥カムバーク。そっか、やり方はせこいけど、ただ調子いいやつってわけじゃなかったんですね。とにかくこの羽を飛ばしてみようぜ。不死鳥さん、私たちどうしてもあなたに会わなきゃいけないの。ああ、
山の形だ。不死鳥はどこかの山にいるってこと？あっち、あっちなの？あなたたちは本当に不死鳥に会いたい人たちだったんだね。うん、会えるといいね。私会えることを祈ってるよ。私たちも、私たちもいつか海がきれいになってここに不死鳥が戻ってくることを祈ってるわ。ありがとう、ありがとう。よかったですね。不死鳥はダメだったけど大きな手がかりが見つかって。うん。でも今月のお小遣いが。俺も。僕だってそうですよ。また明日からお師匠様の肩たたきとかお買い物とかお洗濯お掃除で地道にお小遣い稼がないと。かわいそうな私たち。あごあごあご。ひどい。言い合ったら。いくらピースケが飛べない鳥だからって置いてきぼりにするなんてかわいそすぎる。ピースケだっていっぱい練習すればきっと飛べるようになるわ。それより早く岩石魔人ガンダーに捕まっちゃってる鳥さんたちを助けに行かなくっちゃ。きっとその中に